はい、おはようございます。ちなぎに近所会社です。おはようございます。はい、お久しぶりです。はい、1週間ぐらい空きましたか。はい、ちょっと大事なね、ライブがありまして、そのいろいろネタ合わせなどで、ちょっとね時間が必要でして、はい、少しお休みさせていただきまして、はい、なんか僕が動画投稿しないこの休んでる期間の方がヤクルトスワローズよく勝つな。なあ、本当によ。まあいいことですからね。はい、ありがとう。はい、ということで今日は阪神さんですね。はい、甲子園球場でございまして、結果が、3対2でなんとか逃げ切り勝利。よし。いやー、接戦はね、心臓が痛いですね。ほんとよく最後もね頑張りましたよ、田口くんね。はい、ということでヤクルトいただきます。いやー、久しぶり。最近はもう腐らせてばっかですからね。うん、さっき買ってきたんでね、今度のこの6本パックはマジでさっさと飲み切りたい。はい、じゃあスワホーいただきます。うまし。はい、ということで、まあ振り返りなんですけども、そうですね、先発ピーターズ、はい、 5.1 回を、1失点ですね。はい、でもよくやったんじゃないですか。ナイスピッチ。はい、ピーターズ投手ね、うん、もう相変わらず、うん、キレのいい直球、うん、でスラーカーブ、うん、試合は作って、うん、序盤は良かったんですけどね、ちょっとだんだん捕まってきたかな。うん、でまあ6回に、まあね、大山選手の二塁打を浴びてね、はい、まあ交代ということで、うん、もうあの回はね、ノーアウト2、3塁になってね、降りたんでね、うん、まあ逆転やろうと、うん、まあ死んだなこりゃと、ピーターズようやったけどね、うん、ほら打線が援護しないからなんてね考えてました。はい、で木澤君が、はい、投げまして、まあ、ラッキーというか、うん、まあヤクルトの守備の力でしょうな。あ、センターフライで、ツーアウトか、ツーアウト目取って、で最後ね、二塁ランナーと三塁ランナーが一気にねこうタッチアップして、で先に三塁で封殺したので、スリーアウトチェンジと。いやー、守備ですね。うん、素晴らしい。うん、並木くんの送球もそうだし、中継に入ったのはあれは長岡くんかな多分。はい、本当にねよく刺しました。だすごいっすよね、瞬時の判断というか、あ、もう三塁刺そうみたいな、もうよくできるのはさすがプロだなって思いましたね。はい、で石山清水、はい、78ね、石山清水は良かったんじゃないですか、かなりね。うん、もう相変わらずというか、で石山さんがね最近無失点続けてるのが嬉しいですね。うん、ヤクルトは本当7回がね不在という感じでね、うん、星くんがねちょっと前までやってたんですけど、星くんもちょっとね、うん、香ばしくなってきて、で石山さんがね、ちょっと返り咲いてる感があるというか、うん、はい、本当にいいですね。で、シミノボはね、本当、並木選手のね、また守備がね、本当も助かったと思います。絶対二塁打だと思ったもんな。ノイジー選手の打球ね、右中間、並木選手、スライディングキャッチ。いや、素晴らしい。はい、シミノボも本当にね、お疲れ様です。はい、で、9回田口くんね、うん、まあ、先頭ね、代打原口選手、ちょっとまあ、粘られして、でね、フォアボールをね与えたんですよね、確かね。先頭フォアボールちょっといいことないよね。9回2点差、先頭フォアボール、まあそうですね、今日ちょっと制球荒れてた方じゃないですか、僕はそう見えたんですけど、スライダーねちょっとねワンバンとかあったし、まあまあでも田口くんはなんだろう、絶対的クローザーって感じじゃなくてね、うん、まあランナー出しても、うん、で失点しても試合に勝てばいいという、うん、感じのピッチャーなので、まあ、なんだろう、まあ、言ってしまえばこう劇場型、うん、だと思うんですけど、本当にもう勝てればいいので、はい、最後も三振ね、本当によく取ってくれましたよ。素晴らしい田口投手、はい、お疲れ様でした。はい、ということで投手陣が2失点ですね。はい、そうですね、まあ、ピッチャー陣も良かったんですけど、守備も良かったですね、本当ね、ヤクルト今日ね、うん、素晴らしい、ファインプレーいっぱいあったし。
はい。投手の皆さんお疲れ様でした。はい。木澤くん勝利おめでとう。はい。ということで打線ですね。打線が8安打の3得点かな。はい。まあ、幸先よくね、相手がもう素晴らしい、左ピッチャーの伊藤将司、投手ということだったんですけどもね、初回に先制できましたね。OK。はい。まあ、打ったのは村上選手がね、犠牲フライ、ね、レフトへの。あれもね、結構低い弾道だったんでね、普通になんかヒットかなって思ったんですけどね、ちょっと伸びすぎちゃいましたね。惜しかった、惜しかった。うん。で、それで、山崎選手がね、爆走でホーム生還と。うん。あれ山崎ちゃんじゃなかったらちょっときつかったかな。あれ結構ギリギリのタイミングでしたからね。うん、よく走った、山崎幸太郎。はい。で、先制したんですけども、そこからまあね、伊藤将司投手、さすがということで、無得点が続いて、7回かな。はい。7回にね、満塁にしましたと。はい。村上選手のヒット。で、あと、ムーチョのフォアボール。長岡くんのデッドボールとか。で、まあ満塁になってね、そこからですよ。そこから、代打川端慎吾センターへの2点タイムリーで勝ち越し。ほんと神様だな。もうすごすぎる代打川端。いやー、ずっと期待に応えてますね。ああ、すごいよ本当に代打、はあ、マジで神、代打の神様本当に。これはもう学年で起きるんですね。うん。ちょっと1年空いて、1年、活躍して、1年空けるっていうね。今年は当たり年ですね。いやー、もうにしてもさすがとしか言いようがないというかね、綺麗なセンター返しね。いやー、素晴らしい。もうマジで大興奮しました。川端慎吾、ありがとうございます、本当に。はい。で、まあ、感じで、まあ、得点は、まあ、このね、この3点と。いうことでしたね。はい。でも他にもやっぱね、見どころはたくさんあってね。やっぱもうね、やっぱみんなヤクルトファン今思ってるのはね、やっぱ並木くんの成長がね、めちゃくちゃ嬉しいですね。まあ、格変かもしれないけども、でもね、連続安打。何試合だ？何試合か。もう結構続いてますよね。何試合か連続安打ね。もうやってるしね。やっぱ守備もいいしね。ね、さっき言ったシミノボの時のファインプレーとかもそうだし。いやー、マジで頼もしいよ、並木くん。僕ちょっとね、知り合いに並木くんと、高校中学どっちだったかな、なんか同級生だった子がいて、で、よく並木くんと連絡取ってるっていうのをね、聞いたんですけども、ノイジー選手の、神宮でノイジー選手の打球、照明被ってね、後ろに反らして三塁打にしたみたいな時あったじゃないですか。あの時の心境をね、聞くことができたんですけど、もう結構ね、へこんでたらしくてね、やっぱり、でも本当に照明が目に入ってきつかったんだっていうね、言ってました。はい。っていうのを聞きました。はい。で、本当にこう、もうやばいと。ああ、もう、俺やべえよ、もう、みたいな感じで、本当にへこんでたらしいんですけどね。でも本当にこう、その後もね、起用されて、そして今ね、チャンスをつかみかけてるんでね。本当にもう、塩見選手ももううかうかしてられないんじゃないですか。怪我してる場合じゃないぞ、塩見。本当に。並木くん、いいぞ、マジでっていうね。本当にだ、ここまでね、今、いい感じでマジで来てるんで、もう一番バッター、もう俺がね、固定しちゃうっていうぐらいの気持ちで、頑張ってほしいですね、並木くんはね。はい。で、あと、村上くんね。はい。村上くん、今日は2安打と。おい。なんすこっち。よし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 。今日はなんか逆方向目立ちましたね。犠牲フライといい、二塁だといいね。で、まあその後はまあ引っ張ってね、一二塁間あったんですけども。だからなんすかね、逆方向の日というか、やっぱこう、引っ張りじゃなくても、逆方向でも彼はね、めちゃくちゃ打球は伸びるので、まあこう、センター返しを軸というかね、やってほしいですね。打率はもう全然まだまだ物足りないので。はい。村上宗隆。はい。もうオールスターはね、もう、プラスワン投票はどうなったんですかね。ちょっとまだわかんないですけども。まあ俺は正直お休みでいいかなって思ってるんですけどね。監督推薦でもね、選ばれてないっていうことなので、高津さんも、なんか休ませたい感じがすんのかなっていうね。
もうとにかく本当に後半でね、巻き返してください、村上くんね。はい。で、そうですね、やっぱ守備で言えば、あと、三ツ俣選手か。はい。2回ね、あのダイビングキャッチ。いや、びっくりした。めちゃくちゃね、もうすごい優雅でしたね。綺麗。飛び込んで、二塁にトスしてアウト。いやなんか、こう言っちゃ悪いけど、なんだろう。三ツ俣選手がヤクルト来て初めていいとこ見れたというかね。うん。もうちょいバッティングね、なんとかなんないかなと思うんですけども。うん。でもあの守備本当にお見事でした。はい。お疲れ様でした。ということで、まあそんな感じですね、試合はね。はい。まあ、阪神さんにもね、今2個、今日で勝ったので、あと2個負け越してるんでね、もう本当にどんどん近づきましょう。はい。で、明日の先発ね、高橋慶治投手と、相手が西純也投手ですね。はい。まあ、慶治君はね、前回勝ちましたから。はい。まあ、このままの勢いで、うん。4勝目。マジで狙いましょう。左のエースですから。うん。ちょっとここからブーストかけてください、慶治君ね。はい。ということで、今日の動画、以上します。よかったら、高評価、コメント、チャンネル登録、お願いします。はい、お疲れ様でした。